はい、それでは改めて学ぶアクションフックとフィルターフック、ワードプレスカスタマイズのポイントを押さえよう、ワ、えードプレスランはオンラインワークショップを始めていきたいと思います。今日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、えー、ということで、今日はですね、こちらの内容になります。えー、アクションフックとフィルターフックというのが、そもそも何というところから始まって、 えっと、じゃあ、どういうふうに書くのか、どういうふうに使うのか、実際にワードプレスでどんな実装になっているのか、というようなことをご紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、目次としましては、こんな感じ。フックとは、なぜフックがあるのか。そして、えっ、ー、と、今度は、フックの記述方法、どうやって書くのか。えー、そして、フックの中に2種類あるアクションフックとフィルターフックの違い。えー、さらに、フックの利用方法っていうものをご紹介して、 えっと、じゃあ、どこにそれを書いたらいいのか、どういうふうに書くべきなのか、えー、そのような話をし、えー、よく皆さんもあると思うんですけど、wpnqscripts を使って、functions.php になんかこういうのを書いて、テーマの中に CSS を読み込ましょう、読み込ませましょうねっていうのがあるじゃないですか。えっ、ー、と、これね。あの、で、 私、小学者向けのワードプレスの、えー、と講師のお仕事とかもさせていただくケースがあるので、その場合にここの部分ってはしょるんです。ファンクションズ PHP にとにかく今はわかんないと思うんで、なんとなくごにょごにょっとこれを書いてください。そうすれば WP ヘッドの部分に CSS が読み込まれますよみたいに言うんですけども、 えと今、なんとなくコピペで済ましてるって方は、そういう方が多いんじゃないかなと思います。私もついついこのぐらい前まではそんな感じでした。で、これがなぜそうなってるのかっていうところについて、改めて考えてみたいと思います。これが今日はわかるようになるはず。えー、はい。そして、えー、アクションフックを使った、えー、タグでの えっと、設定の方法などなどを示したり、えー、フィルターフックのタグを使って、えー、ちょっと応用してみたらこういうことができますよっていう内容をお伝えしたり、アクションフック、フィルターフックつけるだけじゃなくて外すこともできますから、外し方をご紹介したりというような形で、最終的に、まあ、特に初学の方は、 あの初めてでなんとなくでも雰囲気でフックっていうものがあるんだなとかあそういう風になってたんだなみたいなものが少しでも分かって今コピペで済まされてる方はあそういうことねみたいなことが少しでも一歩でも進めたら今日はその価値があったんじゃないかなと思っておりますあの先にお伝えすると今見えてる通り行動がめっちゃ出てきますそしてそれを1時間半でわーって喋りますから <laughs> あのきっと 途中すごい脳が疲れます。そしてわけわかんなくなるかもしれません。ただ今回はその試みです。ちょっとこういう難しめのものに挑戦してみようということでやってますので、えー、ぜひご協力いただいて、ご参加いただいて、頑張って一緒に学んでいただければと思います。私も頑張ります。お願いします。えっと、録ができてるね。大丈夫だね。 はい。では行きましょう。まずフックとは、そもそもなぜフックがあるのかっていうところから話は進めていきたいと思います。資料の中において、ここにこのちょいちょい URL があります。もう皆さんもクリックいただくと、こういうふうにリンクが開くかと思います。こちらは、WordPress の Developer Resources という公式のドキュメントの URL がそれぞれ貼り付けられております。 でえー、と日本語になっているところもあるんですけども、主に英語になっている部分がありますので、まあ、例えばこうやって右クリックから日本語に翻訳ってやれば、ある程度は読めますので、このあたりは利用いただいて、今後もいろいろなところでドキュメントの URL を参照として、URL 貼り付けているんですけども、何しろここが正ですから、わかんなくなったらここ見に行きゃいいんです。で、ここには正しいことが書いてあります。 えっと、アップデートがされてなくて、ちょっと間違ってるみたいなことあるかもしれませんけど、基本的にはここが正だと思っていただいて間違いないかなと思いますので、このサイトを見に来る癖をつけていただくだけでも、あの、全然いいんじゃないかなと思っております。はい。で、フックなんですけども、えっと、フックっていうものがあるのがなぜか、ワ、えードプレスを利用する際に、コア、テーマ、プラグインなど、すべてを自作するわけではなく、えー、今後もアップデートされる機能を使います。 どういうことかっていうと、例えばコンタクトフォームセブ7というプラグインを使います。例えば、えっ、ー、と、テーマとして2024を使います。えー、これらって、えー、この先にもアップデートがある可能性が高いですね、えー。これまでもアップデートもありました。これからもアップデートがあります。えー、そしてですね、コアももちろんそうです。コアのワードプレスについても、ず、えっ、ー、とずっとワードプレスはアップデートがあります。 で、それらについて何か少しカスタマイズをしたい、何か自分好みに変更したい、お客さんの要望に合わせて変更したいっていうとき、改変したい場合に、直接そのファイルを改変してしまうと、次のアップデートの際にはもうそれは消えてしまうわけです。なんかこう、例えばプラグインの一部を改変した、コアの一部を改変して、動きとしては成功して良くなった。でも、アップデートが来た、アップデートが来たら、その改変は、 ご自身だけのオリジナルのカスタマイズのために、その部分が消えてしまう、上書きされて元に戻ってしまうってわけですね。そこで活躍するのがフックという部分です。フックを利用することで、フックが定義済みの箇所であれば、直接コードを変えすることなくカスタマイズが可能ですということになります。 えっとね、ここが、まあこれからちょっと順々に出てくるんであれなんですけども、フックっていうのは、そもそもこのコアやテーマやプラグインの中において、その開発者、開発グループが、えっ、ー、と、このあたりはユーザーがカスタマイズする可能性があるよなっていうことで、えっ、ー、と、じゃあここにはフックを埋めておこうっていう、えー、最初から考慮があるわけです。 で、その考慮がある場所、つまりフックが定義済みの箇所であれば、そのフックを利用して、えー、コードを編集することができるという、そういう仕組みになっている。かますかね、これもだんだん後で分かってくると思います。はい。で、えー、と、っかいうと、フックを使わない場合、実装したい内容が決定する。例えば、タイトルの一部を改変したい。で、改変したいバトを見つけた。タイトルを出力する関数を見つけた。で、それを直接直しちゃった。 えー、その時はいいけども、アップデート時は元に戻っちゃうという形ですね。でも、フックを使うと,、えー、と、さっきの内容を元にすると、実装したい内容がある、タイトルの一部を変更したい、えー、改変したい場所を見つける、タイトルの出力の場所を見つけた、えー、そこにはフックの定義があった。だとしたら、フックを利用して外部からそのタイトルに対して変更を加える。えー、そうすると変更されて、その時ももちろんいいですし、も元のファイルがアップデートされたとしても、その ファイルにフックが、フックの定義が残っていれば、基本的にはその我々がつ後から作ったフックでのカスタマイズも引き続き継続して適用されるので、えー、その変更がずっと続くという内容になります。はい。大丈夫ですこんな感じですけど、今概念だけ喋りました。<laughs> はい。で、えっと、フックは付けたり外したり、 同じところに複数つけたり、そういったことがどんどん可能なものということになります。今もう一回資料貼っおきますね。後から来てくださった方がいるので、チャットの方に資料書いております。えっと、この Wordpress のコアでもフックを利用しています。そして、後から取り付けたり、外したり、付け替えたり、そういったことが簡単にできるような仕組みになっています。 え、以下のように一つのフックに対して複数の関数がフックされていますというものがあります。ちょっとこれを見てみましょう。えっと、テーマを作ったことのある方、はーい、はい、<laughs> はいって難しいんですけど、えっと、WP ヘッドっていうのをヘッドタグ内に入れますね。あの、あ,ありがとうございます。手挙げてくださってる方、ありがたい、ありがたい、ありがたい。で、WP ヘッドって関数入れますね。で、実は WP ヘッドっていう関数について、ワードプレスのコアではこんなに えっと、いろんなものが引っかかっています。これ、どういうことかっていうと、WP ヘッドというフックの場所に対して、こんなにたくさんの、えっ、ー、と、機能が、えっ、ー、と、引っかけられているようなイメージになります。例えば、WP ジェネレートがちょっとわかりやすいと思うんですけど、ワードプレスって、えっ、ー、と、表示すると、えっ、ー、と、バージョン情報が出るじゃないですか、ヘッダー部分に。これって、その WP ジェネレートっていう関数が動いているからで、それがこの WP ヘッドに引っかかってるから、それが出るっていう感じなんです。 うん、あとフィードのリンク、RSS のリンクが出たり、さまざまなものですね、もう延離スクリプツっていうのがあるから、えー、CSS が読み込まれたりっていう形で、この WP ヘッドを 関数としてヘッドタグにテンプレート内に入れるとたくさんの出力がされますけども、それは実はこのすべて復興元に作られているから動くということになります。ですので、逆にこの WP ジェネレーターをポイッと外すと、ヘッダー部分から WordPress のバージョン番号が消える、消せるということにもなるわけです。このような形で、WordPress のコアも後から外せるということも考慮して、わざわざ、わざと ハードコーディングでその場に書くんじゃなくて、ユーザーさんがもしかしたらここをカスタマイズしないかもしれないなということで、復クを使って元々実装がされているというところも多くあります。はい。えじゃあ続いて、ザコンテント。はい。これは本文を出力する関数です。はい。使ったことある人。はーい。<laughs> これ今ね、えっとね、リアクションっていうのがあるんですよ、きっと。 あ,あ,そうですありがとうございます。でリアクションというところからあの手を挙げるっていうのがあるんで、手をとかなんかあるはずなんで、それをやってください。はい、で、ザコンテントって本文を出力する場所なんですけども、ここにもフィルターフックがあります。で、この本文を元にして、えー、と何かしら、えー、と作業をたくさんたくさんした上で本文として出力されるということになります。例えば、この Do ショートコードていうフィルターフック。 あこの関数が、このザ・コンテントにはフックされています。なので、本文中にショートコード型で、えっと、記述があった場合に、そのショートコードの中身が展開されて、何かしら別のものになります。例えば、コンタクトフォームセブンってショートコードでペって貼るじゃないですか。で、あれがあのままの文字列じゃなくて、それが展開されて、フォームとして出てきますよね。えー、それって、この、 ザコンテンツに対してドゥショートコードっていうフックがついてるから、それを通ることで、そのショートコードの記述がフォームに切り替わるという関数に変更されて、その部分が出力されるという形になります。まあ、オート P とかは、えっ、ー、と、ワードプレスのエディター内で改行があったら、その部分を P タグで囲うっていうものになってたりとか、えー、そういった形のものがあります。えー、このように、さまざまなフィルターフックが、 コアでも利用されてますし、もちろんプラグインでも利用していますしっていう形で利用されているんだなっていうふうに、まずはご理解ください。えっ、ー、と、だんだん具体的になります。うん、今はなんとなく、ふーん、へー,へーっていう感じで大丈夫です。はい。えっ、ー、と、今日こんな感じよ。今日こんな感じ <laughs> うーんと。なかなか大変じゃないかなと思っております。えそれも伝わります。 えっと、ちなみにちょっとだけここの部分見てみましょうか。えっ、ー、と、この、よしょ。はい、こちら。んと、これは、普段全く触らないですね。えっ、ー、と、ワードプレスのコアファイルの中に、wp アドミンとか wp コンテントとか wp インクルーズっていうものがあります。そして wp コンテントの中にはプラグインとかテーマっていうものが入ってるんですけども、このインクルーズっていうところの中において、えっ、ー、と、 デフォルトフィルターズっていう PHP があります。で、ここの中に、うんと、デフォルトで設定されているフィルター群がまとめて基本的には書かれています。他のところでももちろんフィルター使われてるんですけども、そしてここですね、WP ヘッドのアクションにおいて、こんなにたくさんの機能が全部使われてるという形になります。 で、この時に、じゃあもうこの、さっきから言ってるバージョン番号ですね。バージョン番号消す、消さないが SO に対応適用できるかどうか、セキュリティ的に良いかどうかっていうの話は今はこれは省いてください。えっ、ー、と、似合ってしてる人は正解です。でもそれは今は話すべきことではないので、一回スキップします。と、この、コアのファイルなので、ここでコメントアウトすれば、まあ、これはこれで動きます。当然、この WP ジェネレーターは外れます。ただ、 えっと、Core のファイルは次のアップデートが来たときに、当然デフォルトのフィルターは上書きされて、また元に戻ってしまいます。なので、そうではなくて、別の部分からこのフィルターを外すっていう記述をした方がいいよねっていうような内容になります。えっ、ー、と、今回ね、このように、あの、Core のファイルを見たり、えっ、ー、と、プラグインのファイルの中身を見たりすることをちょっとやってみたりしていきます。えっ、ー、と、なかなかそういう機会ないと思うんで、うんと、 プログラマーのでない方は面食らうところがいっぱいあると思います。でもあの、そこがちょっとでも面白いなと思っていただけたら、この試みは大成功かなと思っていますので、ぜひあの一緒にお付き合いいただければと思います。はい。えー、では、フィルターフック、アクションフックっていうのがあるんですけども、えー、とその書き方をご紹介していきたいと思います。えっと、あのー、 ここに書いてある通りですね。えっと、後で話をします。アクションフックとフィルターフックっていう2種類のフックがあるんですけども、え基本的に利用する場合の引数、パラメータの書き方は同じという形になります。えー、アッドアクション関数にしろ、アッドフィルター関数にしろ、えっ、ー、と、引数としては1、2、3、4。 の、えー、と引数を持てます引数イコールパラメータですね。そしてここには何があるかっていうと、えー、まずは一番最初の第一引数においてフックネーム、利用したい定義の場所名を入力します。えー、どこの部分でこのフィルターフックを使いたいかっていうものをまず設定します。で次にコールバック、これはじゃあそこで何をしたいかっていうものを書きます。でプライオリティ、次は優先順位です。 えっと、その、先ほども見ていただいた通り、同じところでたくさんの服が動きますね。うんと、こんな感じで動きますね。その時に、じゃあ、この子とこの子を、えっ、ー、と、2つがあった場合に、どっちを先に実行するべきなのか、それを決めるのが、この第3引数です。プライオリティ、優先順位というものになります。はい。で、それから、アセプトアーグメント、えっ、ー、と、アーグス。これは、 えっと、許容される引数の数です。えぇ、ー、設定は1ですが、ここの部分は、うんと、より複雑になるので、えっ、ー、と、一旦飛ばしましょう。<laughs> えっと、結局飛ばすんかいって感じですけども。えっ、ー、と、なので、えっ、ー、と、さっき見た、add action wphead wpgenerator っていうものは何かというと、えっ、ー、と、こちらを見ると、wphead 第一引数がフックネームで利用したい関数の場所でしたね。うん、えー、と、いうことは、wphead のタイミングで、 そして、えっと、プライオリティの記述はないです。これは省略が可能だからです。そして省略した場合に初期設定は10になります。ってことは、10番目の優先順位で。そして、WP ジェネレーター。ーこのコールバックっていうのは実行したいことでしたね。なので、この WP ジェネレーターという関数を実行してくださいというのが、えー、この命令の文章という形になります。 伝わるかしら今難しかったですね。えっと、そしてこれを説明するのがこのドキュメントです。えー、アドアクション関数について、ワードプレスは全ての関数について、このように、えっ、ー、と、説明のドキュメントがあります。そしてここにちゃんと書いてあります。アドアクションには、えっ、ー、と、間膜切りになっているので、一つ目、二つ目、三つ目、四つ目というふうに、四つのパラメータ、引数がありますよと。 そしてディスクリプションがありますと。えー、日本語にしちゃいましょう <laughs> と。アクションとは実行中の特定の時点、または特定のイベントが発生したときにワードプレスのコアが起動するフックです。プラグインはアクション API を利用して、これらの一つの以上の PHP の関数が実行するようにできます。ね、これがややこしいよね。わかりにくいけどね。で、えー、この日本語に戻すから戻さないと次がわかんにくくなります。で、ここにちゃんとパラメーターの内容がちゃんと書いてあります。 まず最初、フックネーム、ストリングスってことはテキストで書いてくださいね。required 必須ですよ。the name of action to add the callback to。えっ、ー、と、要は、ここの場所において、コールバックの何かをしますよっていう場所を最初に決まりますよと。そして callback。the callback to be run when the action is called。この部分で呼ばれたときに、この部分の機能が動きますよ。そして、えっ、ー、と、プライオリティえっ、ー、と、読むのが大変なんで、日本語にしちゃいましょう。<laughs> <laughs> 特性のアクションに関連付けられた関数が実行される順序を指定するために使います。数が小さいほど先に実行され、同じ優先度の関数はアクションに追加された順序で実行されます。デフォルトは10ですよ。そして引数がありますよ。デフォルトは1ですよ。っていうふうになっています、えーと。こっちからも実は読み出せることがかか、えーと、理解することができて、最初の2つについては、えー、と何もなく、この 変数名だけがありますが、次のプライオリティについてはイコール10ってなってますね。そしてこのアセプターグスについてはイコール1ってなってます。このイコール何かってなってた場合には、これは初期値がある状態。つまり、えっ、ー、と、入力をしない場合には、この初期値が設定されるという内容になってます。えー、そして、この中身を見ると、うんと、ここの、えしょ、ここの先に行くと、使い方だったりとか、えー、実際の そのワードプレスの関数において、どのようにその関数が書かれているかっていうものであったりとか、関連のタグであったりとか、ユーザーさんからの具体的にこういうふうにやったらいいんじゃないみたいな内容とかがずらずらと出てきます。はい。で、今ちょっとここを細かくご紹介したんですけども、あの、このドキュメントといかに仲良くなれるかっていうのが、 えワードプレスのこれから先、このフックを使って作業するときの非常に大事なところになると思います。えー、そしてもしこの今ドキュメントがさっぱりわからんなっていう方は、あの、普段よく使われている関数、ワードプレスのタグについての内容を見られると、ちょっとはわかるんじゃないかなと思います。例えば、ザタイトルってありますね。ザタイトルは、 えっと、記事のタイトルを表示する、えっ、ー、と、関数ですけども、えー、その中身を見ると、もうちょっと分かりやすいです。The title において、もうちょっと慣れてきましたよね。before、えー、っていう一つ目のパラメータ、引数と、after っていう引数と、display、えー、っていう引数の三つの引数がありますよっていうふうになっています、うん。で、こいつら何っていうと、えっ、ー、と、まず最初の第一引数は before で、markup to プリペンドとダタイトル。えっ、ー、と、つまり、このタイトルの出力の前側に何かしらを出力します。そして、デフォルトはコロンコロンなんで、つまり、この中身は何もないですから、何もないというものを表示するという形になってます。そして、アフター。まあ、ビフォーがあってアフターだったら分かりやすいですよね。マークアップとアペンド、あ、アフター、マークアップとアペンドとダタイトル。えっ、ー、と、そのさ、後に、えっ、ー、と、何かしらを表示します。デフォルトは空ですよ。 で、えー、ディスプレイ。で、ブーリアンっていうのは、えっ、ー、と、true か false のどちらかっていう設定になります。えー、これは、えっ、ー、とー、なんて読むのこれ。weather?to <laughs> <ザ> <laughs> echo or return the t i t l e d e f a u r u e for echo. えー、つまり、これは、えっ、ー、とー、今、 エコーとリターンっていう話をしました。エコーは表示する。リターンは返しとして、返り値、戻り値として表示はしないけども、テキストの内容が書いてくるっていう内容ですけども、それを true、えー、か false かで設定できます。true だとエコー。false にすると、えっ、ー、と、返り値として変数の中に格納できるみたいなことがあるよっていう内容ですね。そして、インフォメーションとしては、get the t i t l e を元にやってるで、みたいな内容が出てきます。で、ソースコードとしては wordpress の WP インクルードの中のポストテンプレートの中にザタイトルっていうのが定義されてるよっていうのが出てきます。で、一番見るのは多分こっちですね。これが分かりやすいですね。ユーザーコントリビュートノート。ユーザーさんが貢献としてノートのメモを書いてくれてるっていうので、9年前のエグザンプルですけども、まあタイトル H3、閉じ H3 っていうふうになってます。もうこれで分かりますよね。えっ、ー、と、タイトルを出力するときに前側に H3 ってきて、 側にに H3 ののなるのでつまりこのタイトルは H3 でえと挟まれた状態で出力されるというふうになるわけです。うん。ですると今まで H3 ここに書いてタイトルして H3 って書いてたよりもちょっとスマートな感じじゃないですか。えー、っていうようなことがえとできます。うん。のでえとぜひドキュメントの見方についてはえと慣れていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。 もう慣れましたね。はい。<laughs> 強引ですが、次に行きます。えっ、ー、と、この調子で進んでいくと、えー、ここから先、まだまだあるんで、だんだん追いつかなくなるっていうことが分かってきました。ただまあ、しゃーないです。今日もこれぐらいの感じでいかないと、多分伝わりにくいと思うんで、精一杯頑張ります。はい。で、行きますね。次行きますよ。どんどん行きますよ。はい。で、アクションフィックとフィルターフィックの違いを説明します。えっ、ー、と、2つのフックの種類があるっていう日に言いました。 で、アクションフックは、まず何か。アクションフックは、えー受け取った情報、受け取った情報を受け取り、それを使って何かを実行し、何も返しません。うん、言い換えると、アクションは何かに対して動作し、その後、終了し、呼び出しフックに何も返しません,、うん。アクションはコードフローを中断して何かを実行し、その後何も変更せず、通常のフローに戻ります。 これ、あの、ドキュメントをそのまま翻訳したんですけども、わかりにくいっすよね。わかりにくいと思う。でも、ちょっとそれは、これから説明するんで、一回行きましょう。でも、こういうことなんです。なんかアクションがあったときに、何も返さないけども、その間に何か実行をポッてするって感じですね。で、フィルターフックは、フィルターフックは受け取った情報を取得し、ここは違いますね。何らかの方向で、何らかの方法で変更して返します。 言い換えると何かをフィルタリングしさらに使用できるようにフックで返しますフィルターは何かを特定の方法で変更その変更が後でコードに使用するために使用されますという風になってますはい。でこの2つが肝であるんですが実際に具体的な例を見ないとさっぱりわかんないと思うんでえっとそこの部分を見てみましょう例えば WP ヘッドってさっきからやってるのがありますねこれはアクションフックです えっと、フィルターフックかアクションフックがあります。えっ、ー、と、これはアクションフックです。それはなんでアクションフックなのっていうのはこれから説明します。で、えー、WP ヘッド自体は、ただの実行のタイミングであり、そのタイミングで関数を実行させるためにフックが利用されています。うん。えー、と、これがですね、なかなかいいんで、私これすごいいいなって思って、今日はこれをまず説明するんですけども、 WP ヘッドってワードプレスのテーマを作るときにピッて貼ると思うんですけども当然それもこのようにファンクションとして、えー、と宣言がされているのでワードプレスのコアの中で定義されていますそしてこの中身見ると WP ヘッドの中って何もないスドゥアクション WP ヘッドって書いてあるだけなんですで、えー、とさらに WP フッターフッター側ですね一番下のボディ 閉ジタグより前のところに書いてくださいっていう WP フッターについても同じで、Do Action WP フッターっていうえ内容しか書いてありません。うん、とこの Do Action っていうふうに定義されているところが、アクションフックで利用できる定義のタイミングということになります。えっ、ー、と、ので、えっと、ちょっとこれうまく書けてないんで、今ここに書くんですけども、Do Action に対して呼応する、えー、とフィルターフックあ、アクションフックがアドアクションっていうふうになります。なので、えー、とどソースコードのどこかにもともと開発者の人が WP ヘッドっていうふうに書いてるわけですよね。これが Do a アクション。これがつまりあの冒頭でお伝えした定義されたフックのタイミングです。そしてこれに対して何かしらアドアクションで 作業としてフックをするというふうになります。なので、で、第一引数が場所でしたから、WP ヘッド。ヘッドのタイミングにおいて、えー、独自関数。何かしらしたいことをやるというふうにして、やるのがアクションフックです。そして、これは単純にもうここのタイミングで、ここで設定されたものが実行されるのみ。簡単です。シンプルです。これがアクションフックになります。で、 あとで具体例出すんで、だんだん分かってくると思うんで、今は、へーって思っておいてください。で、続いて、フィルターフックの場合。今度は、えー、フィルターフックの場合は、中身を取得します。うんと、ザ・コンテントはフィルターフックです。うんと、今、ダブル B ヘッドはアクションフックって言いましたけども、ザ・コンテントはフィルターフックです。で、これの場合、えっ、ー、と、フィルターフックには中身に本文があります。 入力されたエディターの中にある本文ですね。で、その本文の情報を受け取って、その本文に対して何かしらの影響を加えてから戻す、これが、えー、とフィルターフックということになります。えー、となので、先ほどからお伝えしている通り、ドゥショートコードの部分では、ザコンテントの中身を1回受け取って、その中にショートコードの内容があるかなっていうのを探して、あて、 らそこの部分でそのショートコードの中にある関数を実行してその結果を本文にもう一回含め直してから返すということをします。これがフィルターフックです。えー、そして今こちらでお伝えした通りあとおりアクションには DoAction という定義場所がありましたけどもフィルターフックの場合は ApplyFilters というものが、えー、とその定義の場所ということになります。 今ここ見ると、thecontent っていうコアのソースコードの中において、えっ、ー、と、ここですね。thecontent は最終的にこの中のコンテンツをエコーするっていう関数になってるんですけども、そのコンテンツに対して apply filters というものがあります。そして thecontent というところで、このドルコンテンツ、これが本文の中身です。 こうね、ゲットザコンテントで中身取ってきてますからね。この本文の中身を1回受けて、それをフィルターフックの場所として定義してある。これが、えっ、ー、と、アプライフィルターズ、フィルターフックでの場所ということになります。なので、ここで言うと、アプライフィルターズっていうところで定義されていて、ここが、えっ、ー、と、ザコンテントという名前で定義しますと。で この時にフィルターフックの場合は必ず第二引数にその一回送ってもう1回返ってくるっていう内容がありますのでそこの部分が今回の場合だとドルコンテント本文ということになりますねでこれに対してドルコンテントっていうことになりますでこれに対してアプライフィルターについてフックをかける場合にはアドフィルターですフィルターっていうことにして同じですねこの アプライフィルターズである WP コンテンツのところにおいて何かしら独自関数を実行します。で、この時には、この独自関数の中で、このドルコンテンツ、本文の中身を受けてから何かしら変更して返すというようなことをします。えっと、これが全容です。ただ、今、単純に脳内が痒くなっただけだと思います。<laughs> 少なくとも僕はそうです。 で、いや、そんな概念は分かったから、具体例見せてくれんと分からんねんっていうのが普通じゃないかなと思うので、具体例を1個ずつご紹介していきたいと思います。えっと、今ね、あのちょっと1回戻ってきますよ。うんと、アクションには2つがあります。で、えっ、ー、と、アクションフックのところで定義されてるとか、ドゥアクションになってる。で、そこに対して何かしたい場合は、アドアクションとする。はい、で、えー、フィルターフックには、 えっと、アプライフィルターズという定義がどこかにされている。それに対して何かしら影響を及ぼしたいときには、アドフィルターを使う。ここまでね。えっ、ー、と、これとはとりあえず覚えておいてください。じゃあ、まず、アクションフックを利用してみましょう。えっ、ー、と、WP フッターっていうのも、えー、WP ヘッダーと同様にアクションフックです。えっ、ー、と、今ね、あの、こっち側でちょっと見せましたっけここですね。えっ、ー、と、WP フッターは、Do アクション。で、WP フッターっていう、 定義化されています。つまり、アドフアクション、アクションフックで、ここに対して何かしらを実行を追加できるという内容になっています。えー、ですので、んと、ここ。はい。えっ、ー、と、今回はやりたいことは、WP フッターのタイミングで隠しコメントとして、見つけた人は素敵っていう、あの <laughs>、 コメントアとして HTML のテキストを入れたいと思います。まあなんかあるじゃないですか。採用サイトとかであのソースコード見たらよくこれを見つけましたね。あなたは採用ですよって書いてあるやつみたいなやつ。あれを足しましょうということになります。で、一般的な流れとしては、まずその改変したい場所を見つけるというところから始めます。 えっと、どこで改変できるんかなってことで探してって、まあ、今回はもう最初から決まってますけどね。WP フッターに Do アクション、WP フッターがある。をここちょうどいいフックあるじゃないか。定義されてるじゃないか。ラッキーっていう風になるわけです。はい。で、そこに対して、隠しコメントを出力する関数を作成します。えっ、ー、と、これまでにお伝えした通り、えっ、ー、と、フックを設定するためには独自関数が必要ですからね。独自関数を設定します。えっ、ー、と、独自関数は、 ファンクションという名前の後に自分で任意で好きな名前を付ければ付けられますね。えー、なので今回はファンクション、myhiddenMessage というふうにしました。これは、myhiddenMessage、えー、が実行された場合にはこのカッコの中身が実行されて、エコーで見つけた人は素敵という HTML のコメントアウトのタグで入ったテキストが、えー、と出力されるという非常にシンプルな関数です。で、これに対してフックを実施します。えっ、ー、と、addaction アアで WP フッターのタイミングで、このマイヒルメッセージを実行するというふうにするわけです。えこうすると、フッターの、WP フッターがある場所に、このテキストが入るという形になります。じゃあ、これをちょっとやってみましょう。うんと、今私はもうやってあるはず。送信自体。うんと、えっと、ランフック。はい、ここですね。えっ、ー、と、なかったか。消しちゃったか。 消したかじゃあまあいいや書こうえっとこれねちょっとずつでも見てたら分かりやすいと思うんでこうやって書きますよみたいなのもあった方がいいと思うんでここに書いていきましょうかよいしょえっとこのまま書きますねえー、っといはいはい隠しメッセージ入力はいそしてファンクションこれすごいよねこの最近のあのコパイロットさんねマイヒルメッセージとします はい、で、えー、っと、エコー。おなんか出た。すごい。あ、すごい、これすごい。賢い。でも違うねんな。回ってるけど。<laughs> 見つけた人は素敵はい、これで、えー、っと、できました。これが関数ですね。はい、関数ができました。じゃあ、これをフィルターフックします。えー、っと、wp。 のアクションにマイヒはい、こうですね。はい。もう、最近コメントしか書いてないんじゃないかっていうのは別の話なんで、ちょっとややこしくなるんでやめましょう。えっ、ー、と、今、こうしました。えっ、ー、と、wb フッターのタイミングで、マイヒドゥンメッセージの内容を出力するという風に設定しました。で、えっ、ー、と、今、テーマはですね、非常にシンプルな、えー、とテストテーマが入っています。えっ、ー、と、インデックス PHP しかないテーマです。で、ここに Wb フッターがあります。 ので、えー、とこのサイトを見てみましょう。ちょっと待ってね。よいしょ。これ。えっ、ー、と、の、よいしょ。このソースコードを見ると、あるかなありました。はい。<laughs> えっと、見つけた人は素敵っていうのが出ましたね。えっ、ー、と、ちょっと分かんないと思うんで、これ、WP フットは一旦コメントアウトしてみましょう。そうすると、 まあ当然 WB フッターなくなるんで、えー、と当然それはなくなります。えー、WB フッター自体がなくなりましたからね、えー、ボディ閉じの下にはこの内容がありません。で、WB フッターを出力させて、えー、見ると、今ここの中に出てますと。じゃあ今度それをフックでやったので、えー、フックの部分、このフックを外してみます。これ今フック外すと、これが、こっちの関数は書きましたけど、どこでも実行されてないんで、されてない。えー、この状態でリロードすると、 損してない損したよあえ出てるなんで <laughs> えこ怖っえー、っと、あこれ、どっかにあるあいや。ええこれが、こっちがどっかにあるっ待ってね。待っていいんですよ。負けないよね。 プラグイン止めてみるでも動いてるってことは、私全然違うところを触ってる可能性が高い。いや、これだ。あ、こっちにファンクションに書いている。ああ。ああ。<laughs> あの、えっと、後で説明します。はい。えっと、はい、消えましたね。消えました。はい。OK、OK。 えっと、これね、今、こんなか、まずちょっと話がずれちゃうんで、えっ、ー、と、一旦これで、あの、理解ください。うんと、ここまで伝わりました今、こっちだけにしましょうか。ファンクションと PHP だけにしよう。ここね、えっ、ー、と、見つけた人は素敵っていうのがあります。リロードすると、ここに出ます。えっ、ー、と、フックを外します。フックを外して、リロードすると、えー、それはなくなりますという形です。 OK、はあ、ーーです伝わります今 WP フッターに服しました、うんと。分かんない人のためにもうちょっと増やします、うん、と隠しメッセージ2。マイヒルメッセージ2。私は素敵だ。はい。で、これをもう1個かけましょう。えー、とマイヒルメッセージ2。はい。2にしました。これでフッターに対して2つの、えー、とフックをつけました。 これリロードします。するとこんな感じ。えっ、ー、と、見つけた人は素敵き、すてだっていうのができました。うん、で、えっ、ー、と、優先順位がありましたね。えっ、ー、と、こっちをじゃあ、えっ、ー、と、少ない方が早いですから、1番と9999 99番にします。そうすると順番が変わるはず。はい。えー、こことここになりました。今、実はこれは間が空いたのは、その WP フッターの関数のアクションフックには、その他にもたくさんの、えー、とフックが 仕込まれていてあ、設定されていて、その中で1番にしたんで、1番上に行ったから、これが1番上に行ったっていう形ですね。はい、こんな感じになります。次いきます。<laughs> はい、えっ、ー、と、じゃあ次、フィルターフックです。これは今、えっ、ー、と、アクションフックはもう、とてもシンプルなものだと思っていただいたらいいと思います。要は WB フォッターのところで、なんか別の関数、ポコッと1個動かしただけ。 えー、例えばバナー追加したいとか何か設定追加したいとかそういう時にこういうのは使えます。それに対してフィルターフックは、えー、と別途その何かを受けて何かをするという内容になります。で、えー、とどれをやろうかなと思ったんですけどちょっと分かりやすいのがこのタイトルの変換が分かりやすいかなと思ったんでそこをご紹介したいと思います。ワードプレスのタイトルって、うんと フィルターがついてるから、ちょっと待ってくださいね。これを外そう。はい。デフォルトの状態でのワードプレスの、えー、とタイトルって、こういう風になります。えっ、ー、と、フックキャッチコピーですよっていう風に、えっ、ー、と、このサイト名キャッチコピーっていう風に、このタイトルとキャッチコピーの間がハイフンで設定されるようになっています。ここを縦棒にしたいぜっていう時がありますね。縦棒にしたい。 縦棒にしたいんですけど、これの書き換えがどうしようもないじゃないですか。あプラグインを入れたりすれば別ですけど、自分だけで変いたいぜってなったときに、これもフィルターフックの出番です。はい。で、そのときに、まず、じゃあ、このフィルターフックを利用して、コアが出力するタイトルのタグのセパレーターをハイフンから縦棒に変えたい。えそのときにはまず改変したい場所を見つけてきます。えっ、ー、と、タイトルタグのどっかにね、えー、何かしらそれがあるはずです。それを見つけてくると、 えっとまあ、この辺はちょっと検索いただいてもいいのかもしれません、うんと。タイトルのセパレーターとかいうふうに調べるときっと出てくると思います。で、えっと、この中の、この部分、えっと、ゲットタイトルの中において、えっと、セパレーターは、ここですね。はい。このドルセパレーターは、アプライフィルターがありました。 そして、ドキュメントタイトルセパレーターという名前で、このハイフンだけが返ってきてますよっていうふうになってます。そして、フィルターズ、ザ・セパレーター・フォーザ・ドキュメントタイトル。ドキュメントタイトルを分割するときのセパレーターをここでフィルターできますよっていうふうに書いてあります。そして、ドル・セパレーターは、ドキュメントタイトルをセパレーターで、デフォルトはハイフンやでって、これが、えっと、インラインドキュメント。ソースコード内でのドキュメントですね。 そして、ここがありました。フィルターフックがかけられるところがありますね。アプライフィルターズがあるので、ここを元に、これを受けて別のものに変換しましょうっていうのを今からやります。えー、ですので、フックを利用して外部から変更を加えます。んとまずは、んと今のファンクションのこれですね。えっ、ー、と、 ファンクションとして、まず自分の名前、マイドキュメントタイトルセパレーター。自分のドキュメントのタイトルセパレーターはカスタマイズして独自関数にしますよっていうふうにします。そして、えっと、この第1引数、ここ任意の名前でいいんですけども、ここにおいて設定した引数に、えっと、この、どこいったこれが入ります。この子が入ります。 この部分がここに入ります。なので、ここ今横棒です。横棒。で、横棒をイコール縦棒に変換します。で、これで縦棒に変換されました。で、それをリターンします。そうすると、今までは、えっと、今まではどうなってたかっていうと、えっと、単純にこうなってて、えっと、リターンドルセパレーターになってただけですから、横棒が、 ここに入ってて、そのまま横棒が書いてたんです。でも、ここにフィルターフックを利用して、セパレーターを縦棒にして返したので、この形を通ると、必ず横棒だったものは縦棒に変わりますという形になります。で、この独自関数ができましたから、あとは同じですね、アプライフィルターにおいては、アドフィルターですから、その場所名、こちらで設定されている場所名において、 ドキュメントタイトルセパレーター独自の関数名を設定し、このフィルターがかかることで、ここが実行されて横棒が縦棒になるという流れになります。んとリロードしてみると、今、横棒だったのが、よいしょ。えっ、ー、と、タイトルが縦棒になるという形です。はい、ですので、これが何とでももうなります。欲しい。 星の絵文字あるかなあ,あ、星ありますね。これっていけるんかな星にしました。今、セパレーター星にしたんで、リロードすると、多分星になります。そうですね。セパレーターが星になります。えー、このように、うんと、フックを使うことで、今、コアの部分には一切手を加えずに、セパレーターのこの中身を変更することができました。えっ、ー、と、さっきのこの、うんと、 隠しテキストについても、テーマの中身の内容、WP フッターの中身を触らずにフックをつけることでソースコードの改変ができました。これらがフックの肝ということになります。あ今日もうとりあえず半分以上は終わりました。伝えたいことは伝えました。はい。で、えっ、ー、と、PHP の慣れてない方がきっと半分ぐらいいらっしゃったので、うんと どうやって書くのみたいなことがあったかと思います。で、えっ、ー、と、今のように、まあ、なんとなくの形としては、今みたいな形ですから、関数があって、それに対して、アクションとその関数を設定するという内容になります。で、いろんな書き方があります。例えば、先にこのアクションの内容を書いてから、その下にえと関数名を書くやり方。で、えー、と関数名を書いてからアクションを書くやり方。あとは、無名関数と呼ばれるんですけども、 この実は関数名を書かなくても、アドアクションでダブルペイトに対しても、いきなりここファンクションって書いちゃって、その中に実行する内容を書くっていうやり方もあります。で、えっと、どれがいいかっていうのは、えっと、そのチームだったり皆さんの書き味とかでやっていただいたらいいんですが、無名関数については、えっと、この関数名を決めなくていいというメリットはあるものの、 あとで、えっと、この他で再利用できにくいとか、えっと、こう書けた後でリムーブが今度できにくくなるとかっていうことがあるので、えっと、考慮が必要かなと思います。私はこの書き方が一番好きですね。この関数書いて、どの道インラインでドキュメント書くので、ドキュメントのがあって、で、それに対してその下にこのフックが書かれるという書き方が私は好きですっていう感じです。こんな感じ。はい。で、 このカスタムのコードをどこに書くのかっていう話があります。えっ、ー、と、これどこに書くのっていうのなんですけども、えっ、ー、と、今これね、あの、ファンクションズ PHP に書きました。えっ、ー、と、テーマの中の関数を書いていけるとこですね。えっ、ー、と、そして、なんかこう、多くの場合、テーマのファンクションズ PHP にこれを記述すれば動きますみたいに書かれていることが多いかと思います。えっ、ー、と、ただ、んと、これも、 どんなテーマを使うかによります。えっと、ご自身で自作のテーマであれば、まあ、ファンクションズ PHP に書きまくってもいいと思うんですけども、例えば、えっと、よくよく世に出回ってるようなあの国産のテーマとかもいっぱいありますね。有名なところではスエールとかスノーモンキーとかライトニングとか。えー、そういったものを使うときって、テーマのファンクションズ PHP に書いても結局上書きされちゃって消えちゃったりするじゃないですか。じゃあ、個テーマを使おうかってなるんですけども、えっと、もちろんそのやり方もありますが、 あの、プラグインとして、えっ、ー、と、対応するケースもいいかなと思います。あの、独自にプラグインを作っちゃうっていう方法ですね。えっ、ー、と、このファンクションズ PHP に書く PHP のコードと、えっ、ー、と、独自のプラグインとして、ここに書くコードっていうのは、基本的な役割としては一緒です。えっ、ー、と、ので、えっ、ー、と、独自関数でそれがテーマ内でしか動かないっていう機能じゃないものであげる限りは、このファンクションズ PHP に書いたものを、 カットして、この自分で作ったプラグイン側に貼り付けても動きます。動くはずです。はい。これも私知ったとき、すごい目から動くことだったんですけど、ワードプレスってあの、プログラミングじゃないですか。で、えー、とここに何か見慣れないファイルいっぱいあるじゃないですか。この、信じられないですけど、連携してるとこのファイルは全部読み込まれた上で動いてるんです。 なので、実はテーマの中にあるファイルも、プラグインの中にあるファイルも、読み込まれるファイルとしては同じって、ちょっと暴力的な言い方ですけど、同じなんですよ。なので、どこに書いてもいいし、どこに書いてもちょっとでも間違ったらエラーになっちゃうって感じなんですね。なので、その場所としては、Functions.php か、もしくは独自のプラグインに書かれるのがいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、いやいや、プラグインなんて私全然作ったことないし、そんなのできないですよっていうのはわかります。 ただ実はプラグインってすごく簡単に作れます。えっ、ー、と、プラグインのベーシックとプラグインのベーシックヘッダーリクエアメントっていう URL をここに載っけてますが、えっ、ー、と、プラグインディレクトリにおいて任意の名前のディレクトリを作ります。例えば、ホゲっていうフォルダを作ります。今これ普通にやってみましょうか。うん、と新しいファイル、ほげ。フォルダ、あ、新しいフォルダ。ほげって作りました。で、これ、ほゲプラグインのフォルダですね。 で、その中に同じ名前の、えっ、ー、と、フォルダ名と同じ名前の PHP を1個作ります。ファイル。ほげ .php。はい、作りました。まだ何も書いてないです。で、えっ、ー、と、最初に PHP のコメントとして減っ部分を書きます。PHP で始めて、このコメントアウトの中にプラグインネーム、コロンとしておいて、ここの中に好きなことを書きます。ほげ。まあ、ほげなんでね。ほげとしましょう。 えー、実はこれだけです。ね、ちょっと信じにくいですよね。見てみましょう、えー。プラグインっていうところに行くと、ほら、ホゲプラグインができました。うん。あの、あっけなく出来上がります。で、ここに、えっ、ー、と、フェイタルエラーを起こすと <laughs>、えっと、あ、大丈夫か。えっ、ー、と、なんか、なんか起こしう、起こそう、IF。<laughs> なんかこん、こんなだったらもうダメだよね、さすがにね。で、有効化すると、ぶっ壊れる。あ。 もうダメだ。あ、違う違う。ちょっと待って。有効化して、ここまで大丈夫。で、If で、なんか間違った書き方する。そしたら、これでもうシンタックスエラーになります。これは、要は、どこに書いてもそうなんですけども、エラーが起こったとこで止まるので、えー、とこのプラグインがプラグインとして機能してるるということを理解できます。そして、ここに書かれてますね。えー、シンタックスエラーで、プラグインのところのホゲのホゲ PHP の6行目がおかしいから、サイト壊れてるぞっていうふうに言われてます。で、6行目これなんで。 まあ直してて消せてリロードすれば元に戻ってくるという形です。えー、ので、こんな感じで割とカジュアルにプラグイン作れますから、あのこれはプラグインディレクトに上げるものじゃなくて、例えばクライアントワークとかご自身のサイトで自分のカスタマイズだけを貯めておくようなものとしてされる場合にもこういうやり方もいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。<laughs> えっと、ごめんなさい。思ったより長い時間になっちゃった。えっ、ー、と、 1> 今1時間たったんで、えっ、ー、と、一旦ここで中休憩というか、をしたいと思います。んとここまでのところで、感想やら、えー、何やら、何やらんと、ありましたら、んとちょっとコメントなり打っていただいたらありがたい。で、あと30分しかないので、なんとか終わる方向では頑張ります。えっ、ー、と、ちょっと1個質問きましたね。プラグインは少ない方が早いので、 プラグインは入れずにファンクションと PHP に書くよという解説記事を見かけます。結局読み込んでるのは同じ気がします。プラグインもたくさん入れるとファンクション PHP にたくさん書くのと速度にそんな感じるものですあめちゃくちゃいい質問ですね。今説明した通りです。えっと、どこに書こうが PHP のファイルは通ります。で、えっと、同じ処理を同じように実行するならどっちでも一緒です。きっと。 いやー、微妙に下がるかどうか分かんないですけど、そんな目に見えた大きな差にはならないと思います。そして、プラグインも1個の記述でも、例えば1000秒待ってから動いてねっていう記述があったら1000秒動かないわけじゃないですか。もしくは、データベースにめちゃめちゃ書き込みまくってから何かしてねっていうプラグインが1個あったら、それはそれでもう重いです。えっ、ー、と、それを PHP ファイルとして Functions.php に書いたところで、重い処理は重い処理です。 で全ては関数の集まりなのでその関数の処理の量っていうことになりますからあのプラグインの数で重くなるっていうのは大きな間違いというふうに考えていただいていいいいいただかと思いますもちろんその全部のプラグインが共通の重さを持っておりどのプラグインも全く同じ負荷がかかるものだとしたらプラグインは少ない方がいいですよ。 でも、そうじゃないので、デパートみたいに大きいプラグインもあれば、本当単発の機能だけのプラグインもありますし、今みたいに私のこのプラグイン、名前書いただけのプラグインですから、このプラグイン1000個入れたって別にそんな変わんないと思います。いや、1000個も入れたら変わるかな。そんなのでもいいですけど、はい。ので、そんな感じです。はい。で、優勝で購入したテーマで、もともと設定されている独自の服を使ってカスタマイズした場合に、どのような優勝フックがあるかを効率的に調べる方法などがあれば教えていただきたいです。ああ。 ドキュメントが準備されてるケースが多いですけどね。あの、プラグイン側のサイトにサポートとして。最近のは服が割と準備されてるケースが多いですけど、もうない場合は自分で調べるしかないですね。この Do Action、Do、今の Do Action と Apply Filters を元にして検索してそこからやっていくしかないです。僕たちもたまにあります。あの、ここカスタマイズしたいね。あの、今の手順でいうところの うんと内容、実装したい内容は決まるじゃないですか。で、そしたら、そこの何かしら出力されてるところに対して何かこう手を加えたいということだと思うんですよね。そしたら、その優勝のプラグ認知のテーマにしろ、その出力されてるコードの部分をまず探しに行きます。そしたら、そこで関数が使われてたり、クラスが使われてたり、いろんなことがあるんですけども、そこに対して、フックがあるかどうかをまず見つけることがポイントです。で、フックがない、ダメだってなります。ない場合は。で、ある場合は、助かるってなります。 で、そこからカスタマイズしていくっていう感じですね。で、服がない場合は、えっ、ー、と、もしその連絡が取れたり、サポートがあるところだったら、ここに服つけてくれないかなってお願いするのは、とてもいい仕事だと思います。とてもいいオーダーだと思います。あの、ユーザーさんからの声で、服つけてくれって言われて、プラグイン作者で、服つけるの嫌だなって思う人はそんなにいないんじゃないかなと思います。もちろん場所にもよりますけども、あの、なので、そういう風に考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。よし、ちょっと反応もいただけたんで、次行きます。 ままだまだあるんですよ <laughs> え<ーっ>と <laughs> あでそろそろ爆発してると思うんで、あのー、もう、あのー、今日、あのー、今でもういっぱいいっぱいですよ。ここから先はなんとなくそんな感じなのかというふうに気づいて考えて聞き流してもらっても大丈夫です。もう負荷が高すぎると思うんで。はい、で、ここから先ちょっと進みましょう。改めて WP 遠距離スクリプトについて考えてみましょう。遠距離スクリプト2ですね。 えっと、CSS など読み込む際に直接ヘッダー PHP に書くというのではなくて、ファンクションズ PHP から読み込むようにしましょうという内容を目にすることがあるかと思います。ありますね。で、こちらもアクション服になってます。じゃあ、それを見てみましょう。こういうふうにやれっていうふうに、さっき冒頭言いましたね。えっと、アドアクション、WP 遠久スクリプツ、My 遠久スクリプツ、あ、なるほどと。これがちょっと分かってきましたね。この遠久スクリプツのタイミングで、My 遠久スクリプツをやるんだなっていうのが分かります。そして、この中で、 とこの円球スクリプト、マイ円球スクリプトが、えっ、ー、と、この WPA 円球スタイル、もう円球円球言ってますけども、それを使って関数として、この設定した CSS を読み込んでるという形になります。あ、なるほどなるほどという形ですね。で、つまり、この、うんと、ここのタイミングでこれが実行されてるということまでは分かりました。で、じゃあ、この WPA 円スクリプトはどこにあるねんということを探っていきたいと思います。 探っていきましたよ、昨日。<laughs> えっと、do action, 延期スクリプツっていうのがまああるわけですよね、絶対ね。これ、add action でしたから、つまり do action がどっかにあるはず。じゃあ、この do action はどこにあるかっていうのを調べると、wpinclude のスクリプトローダー .php の中に記述がありました。w p n c クリプ e の関数の中において、do w p n c クリプ e というのがありましたと。じゃあ、この この内容の WP 遠宮スクリプツはどこで実行されてるかっていうと、なんとここでした。うん、とさっきの見たやつですね。WP ヘッドに対して、えー、とフックされて、これが動くという形になってます。えっ、ー、と、二重にフックがかかってるよって感じです。WP フックに WP 遠宮スクリプツが動かされて、で、WP 遠宮スクリプツの中に DoWP 遠宮スクリプツがあって、その中で、えっ、ー、と、我々のものが動くっていう感じです。なので、 えっと、テンプレート側から行くとですよ。うんと、ここのね。うんと <laughs>、あ、これ、あの、何言ってんだかってなると思うんで、えっ、ー、と、僕も何言ってるか分かんなくなってくると思います。ここ WP ヘッドがありますと。ありました。で、WP ヘッドの中で Do アクションの WP ヘッドが動きます。そうでしたね。これはアクションでした。で、WP ヘッドにフックのかかってるものが動きますと。で、その中に WP ヘッドに対して WP エンクスクリプツっていうものが引っかかってます。 で、やっとここでこれが実行されます。WP 遠宮スクリプトが実行されました。じゃあ、この実行された中で何がどうなってるかというと、Do, Action, WP 遠宮スクリプトが動きます。つまり、ここにフックがかかっているものが動きます。で、この WP 遠宮スクリプトに対して、今自分たちで定義した、えー、My 遠宮スクリプトが動きます。My 遠宮スタイルが動きます。で、その中で、やっとこの My 遠宮スタイルが実行されます。と いう形で、すねでその中で WP 演究スタイルが入ってたので、やっとここの関数が動いて、この WP ヘッドのタイミングだったので、この WP 研究スタイルが CSS たちをここに読み込ますという流れになります。はい。えー、分かったような、分からないような回答です。<laughs> えっと、ややこしいですね。こんなことならやっぱり直接書いた方がいいかもとも思われるかもしれません。ただ、なぜこうするのかっていうのは、明確に理由があります。 えっと、ワードプレスって自分で作ったテーマの CSS や JavaScript だけじゃなくて、例えばフォームだったり、例えばスライダーだったり、様々なプラグインを入れたときに、そのプラグインたちも CSS や JavaScript を使いますね。で、それらをヘッダーの中で読み込ませたいということが出てきます。えー、そんなので、自分だけで作ってた場合はヘッダーに直接書いてもいいんですけども、他社が作った機能と合わせる場合に、共通のルールで CSS や JavaScript を読み込んだ方が、 依存関係とかこの CSS よりも絶対後に読み込みたいのにそれができないとかいうことがなくなって、同じの読み込み例えば JQuery 全部のプラグインが読み込るんで、5個 JQuery 読み込んでるとかありえないじゃないですか。っていうその重複を回避するなど、こういったことを共通のルールとしてやるために、このお作法にのっとって CSS や JavaScript を読み込むという形になります。 少なくともテーマやプラグインを開発していて、公式のディレクトにアップロードする際に CSS、JavaScript の読み込みについては、このフックの、えー、と利用が必須になります。でないとテストに落ちる感じですね。はい。えー、ということで、このフックにしてフックにして、その中で読み込まれて関数が実行されて動いてるんだな、みたいなことをなんとなく理解いただければと思います。 えっと、ちょっと余談なんですけど、延級スクリプツ以外にも実はですね、延級ブロックアセッツとか、延級ブロックエディターアセッツっていうのがあります。あの、この WP 延級スクリプツってフロント側、今 WP ヘッドで発火して動いたってことは、表面側、表示画面側でしか動かないんですよ。で、昨今ってブロックエディターになってて、CSS で JavaScript で近しいものを管理画面側でも読み込まないと、同じような見栄えでブロック編集ができないっていう問題がありますよね。 えー、そこで、えっ、ー、と、遠宮ブロックアセッツっていうのは、フロント側も編集画面側も同時に読み込まれるタイプのフックです。えー、その他にも遠宮ブロックエディターアセッツは、ブロックのエディターのところで読み込まれる CSS とかになってます、えー。詳しくはですね、このあたり何をどう使うべきかっていうのは、えー、我,が我らがヒーロー、浜野さんあの、コントリビュートすごい頑張ってる浜野さんの記事とか、あとそれを えと最新の状態で更新されている内容としてはこちらにありますので、このあたりを読んでくださいということでした。はい。最後のパートに行きますけど、だい,いいですか行きますよ。行くところまでとりあえず行きますね。もう、もう、気を失ってる人がいるかもしれません。大丈夫ですかちょっと一回運動しますか大丈夫ですかはい。 えっと、そして今、あの、さらに話はちょっとややこしくなります。えっ、ー、と、ここまでわかりやすさを重視して、テーマで利用されているフックについて書きました。あの、アクションフックにしろ、フィルターフックにしろ、そのテーマ内で、例えば WP ヘッドとか WP フッターとか、あの、タイトルのセパレーターの部分とかっていうふうに、割と見栄えとしてわかりやすいところのフックをご紹介してきました。ただ、実はワードプレスでは、 えっと、リクエスト実行時、要はワードプレスが何かしらで動くときにさまざまなフックがあります、うんと。どれぐらいフックがあるかっていうと、ここからですね、MU プラグインローデットから始まって、レジスターアタックソノミー、レジスターポストタイプ、プラグインローデットみたいな、こう、何かのタイミングですね。例えばこれは、before the テーマローデット、テーマが読み込まれる前に動くやつとか、after s e t ップテーマ、これはテーマが読み込まれた後に動く。 とか、えー、イニット、ウィジェットイニット。こんな感じですね。ずっとずっと、あ、インキュースクリプツ、ここにありましたね。ずっとずっとこの順序立てて、えー、動きます、えー。その他にもさまざまなタイミングでさまざまなアクションが動きます。えー、というように、えっ、ー、と、今までのって、例えば WP ヘッダーのタイミングで動きますって、なんとなくここの表示されたタイミングで動くっていうようなイメージだったじゃないですか。でも、 ワードプレスってアプリケーションなので、うん、と最初にインデックス PHP から始まるんです。で、ワードプレスで何かしらの URL にアクセスしたら必ずインデックス PHP に行って、ここから WP ブログヘッダーに行って、えーって言うと日が暮れるんで、これ以上は言いませんけども、うん、という処理がずっとずっと行われていくんです。 で、WP ヘッダーに行って、そしたら WP ロードに行って、みたいな。で、えっ、ー、と、最終的にどっかの何かしらをいろんなところを通って、テンプレートを見たりテーマを見たあ、テーマを見たり、プラグインを見たりもして、最終的に出力されるっていうことで、この表示される前までも、もしくはリクエストの途中でも、さまざまなところで、さまざまな処理が行われるんですね。で、その途中に途中にも、えっ、ー、と、アクションフックがあるケースがあります。 例えば、アフターテーマーセットアップって、うんとドゥアクションアフターテーマーセットアップは、ここですね、WP セッティングスっていうところで出てきます。えー、ので、このように、その、表示する前段階においても、さまざまなところに服があります。アクションタグの服ですね。で、アフター、このあたりのものを利用することで、デフォルトの o r ワードプレスのデフォルトの設定に対して、何かしら働きかけて変更することができます。 例えば、プリゲットポストっていうのがありますけども、これを利用すると、このタイミングで、えーと、メインクエリに対して改変ができます。えー、とメインクエリっていうのは記事を表示するときに動く基本的なルールでワードプレスの初期設定だったりするものなんですけども、例えば、うん、とワードプレスの設定の表示設定において、ここで10件 っていうののがありますすねこれは1ページに表示する最大の件数です、すここに決められたものが初期設定となって、えーと、どの投稿タイプでも、基本的にはどのタクソノミーでもこの10件の表示ということになります。ただ、このプリゲットポストのところで、えー、と関数を設定することで、この場合だと、クエリーがイズカテゴリーだったら、つまりカテゴリーの一覧だった場合には、ポツパーページを20件にしろみたいな設定の変更ができます。 これは、その今のこの表示設定の数字の変更とは関係なく、このソースコード上で強制的にカテゴリーの一覧においては 1, 件あたりの1ページ当たりの表示を20件にしようというカスタマイズです。その他にも投稿タイプを追加しましょうってありますね。えっと、プラグインだとカスタムポストタイプ UI っていうもので設定できますけども、それを プラグインとして独自に書いたり、ファンクションズ PHP からも投稿タイプやカスタムタクソのみは追加できます。そのようなときは、この i ニットのタイミングで自分の関数を設定し、そこにおいてレジスターポストタイプというものを設定するてこの中身においてカスタム投稿タイプの内容をどんどん書いていくと、この i ニットのフックのタイミングでこれが動き、投稿タイプを1個追加された状態でワードプレスが起動していくというようなことができます。うん 非常にプログラムなブルーな感じになってきたでしょ今まではなんかこう表示する一部を変えるだけだったのがワードプレスの機能自身を設定したり変更するときにもこのアクションフックが使えるということです。で、えっ、ー、と、その一連の例えば表示するまでとか画面がロードされるまでということではなくて特定の作業のパートにおいて動くフックっていうのもあります。例えばデリートユーザーっていうフックがあります。これは ユーザーがデリーーされた時だけ動くアククションフックです、えー、ユーザーを追加したり削除したりしますね。このユーザーの中から。ユーザー複数作れますから、このユーザーを追加した後で削除する際に動くのがデリートユーザーです。で、mydelete ユーザーっていう関数を使って、えーと、その時にユーザー ID が受けられますから、このユーザー ID を受けといて、えっと、今これ何してるかっていうと、えっ、ー、と、 消したユーザーさんに消すギリギリ前にメールを送っています。えー、you are bringing deleted, is bringing deleted right now みたいな形で、えっと、あなたのアカウントは消えますっていうことをメールで送るということを、このデリートユーザーのタイミングでするというようなことがカスタマイズで可能です、えー。これは例えばクリエイトユーザーの時もありますし、セーブポストみたいな時もありますし、 えーとプラグインアクティベートとか、たくソミー何がしとか、さまざまな部分で、えーと、その状態になったときに何かしらをするというようなことができます。例えば、お問い合わせが届いたら、それをスプレッドシートに書き込むとか、記事が投稿されたら、メールで通知をするようにするとか、そのような形のフックも利用が可能です。このようにフックを知れば知るほど、アイデアシェイでワードプレスは Web アプリケーションとしての可能性を発揮するはずですというふうに書きました。 なんか、このタイミングでは、あそういうふうにも使えるのねっていうふうに思っていただけたらと思いますし、まずは想像してみるといいと思います。例えば、投稿したタイミングで Twitter でつぶやくみたいなのが昔あったじゃないですか。今 X で投稿するかな。そういうのも、じゃあ、投稿をセーブして、公開されたタイミング、うんと、ステータスが下書きから公開になったタイミングをアクションにして、その時に、 その時のタイトルと URL を API 経由で TwitterX に投げる。そうしたら投稿できるみたいな風になって、じゃあそれはアクションフックと独自関数で実装できるよねみたいな風になっていくわけです。はい、えっ、ー、と、これがアクションフックの応用というか、えっ、ー、と、作業ということになります、えー。そしてフィルターフックの場合もちょっと応用をお伝えしておきましょう。例えば、ボディークラスっていうものがあります。 ボディクラスは、まあ、これはシンプルな内容ですけどね。あの、ボディにおいて特定のクラスを、えっ、ー、と、ボロボロボロと出してくれるものです。えっ、ー、と、ただ、その中において、うんと、固定ページは、うんと、ページっていうものは確か出るのかなちょっとやってみましょうか。ボディクラス。うんと、ボディクラスってやると、うん、と、ここで固定ページを見て、 公開しておくと公開して表示すると、ここですね。はい、えーと。ページテンプレートデフォルトページ、ページ ID125 番、ログイン、アドミンバー、カスタマイズ、サポートっていうふうに出ます。えー、とこのように、 url ごとに応じて、その、えっと、ポストタイプや、ポストタイプの ID を含めたものをクラスに出すっていうものが、ボディクラスっていう関数の機能です。えっと、ただ、この中に、あの、投稿、あ,あ、固定ページのスラッグがないんですよね。で、何かしら、こう、特定のページだけ CSS 当ててちょっと変更したいぜっていうときに、この ID 番号で設定するのってちょっと良くなくて、それは、開発環境と、 本番環境で ID がずれることもありますし、そうすると CSS が合わないみたいなことが出てくるわけですよね。なので、スラッグ、えー、と固定ページに設定したスラッグを元にボディクラスがあるといいなというふうに考えます。そこで対応するのが、このボディクラスのアドフィルターですね。ボディクラスにはアプライフィルターがついているので、このとこに置いて、アドスラッグとボディクラス。 っていうふうな関数を独自に作りました。要は、スラッグをボディクラスに足すぜっていう関数ですね。そして、このクラッシーズ、これが、えっと、配列形式で、えー、取得できますので、えっ、ー、と、ボディクラスの中身の、ずらずらずらって出てるものは、ここに配列として入ります。なので、もしも、イズページ、固定ページの時だったら、えー、その中身のポストのオブジェクトを取ってきて、えー、その中身からポストのスラッグを取り出し、 ページハイフンというものとくっつけて、その、この配列の中に返してあげる。そうすると、今までの配列にプラスして、このボディークラスが追加されたので、えっ、ー、と、それを返してあげると、固定ページの時だけは、スラッグ名が一緒に追加されるという内容になります。このあたりはもう、だんだんそういうのが、意識とか発想として思いつくようになります。 これワンチャンこここういう風うに足したらいけんじゃねみたいなものが思い出すようになります。はい。あとはこういうこともできます。ザタイトルのフィルターを利用して投稿記事で投稿日が閲覧した日よりも7日以内だったとき。えっ、ー、と、つまり比較的新しい記事だった場合にタイトルの後にニューをつけるっていうものですね。うん、この場合は、えっ、ー、とザタイトル。 のえっとフィルターフックを使います。で、ザタイトルにはえっと引数がいくつか余分に取れるんですね。えっと、タイトルの本文と、あと ID も取れるので、ここからやっていきます。まず、記事の ID が取れることから、記事のオブジェクトを取ってきて、それが、もし投稿じゃなかったら、もうそのままタイトルだけ返して終わり。で、投稿だった場合には、その投稿の日付を取ってきて、 今の日付を取って投稿の日付を今の日付から引き算したとしてこれが7よりも小さかったらつまり最近の投稿だったらってことですねだったらこのドルタイトル既存のドルタイトルに追加する形でこのスパンクラスニューポストニューっていうものをつけようそしてそれを返しちゃいっていう形ですね 大丈夫ですこれね伝わんなくていいです。<laughs> でも伝わる人には伝わってます。そしてこういう仕事をしています。はい。でも、あのこれも慣れですあの。私も最初こんな意味分かんなかったですこんなんどうなってんのって思いました。はい。でもあの、このようにしています。言葉としてなんとなく伝わりますかね。あのタイトルの情報を取ってきたときに、記事の情報とタイトルが取れるので、その記事の情報から記事の投稿日を取ってきて、 今日の投稿日を、今日の日を取ってきて、それと見比べて7日以内だったら、new をつけてから返す、えーと。そうじゃない場合には、ただタイトルが変えるだけなので、普通のタイトルになるという形になります。もうちょっとわかりやすいので言うと、エクサープトレングス。これは抜粋分の文字数です。これシンプルですね、えー。元々の初期設定が何文字か別のものになっていますけど、それに対してカスタムエクスパートレングスっていう、エクサープトレンプスっていうふうにして、 このレングスを120としても書いちゃうっていう風にすると、もう何であれ120文字で返すという風になります。こんな感じの設定も可能です。というように、えっと、今分かりますかねアダークションの方は、何かしらのタイミング、ポン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 ってあるタイミングの何かに新しいものを入って付け加える。で、それに対してフィルターフックの方は、ポンポンって来たときに、その時に 情報を受け取って、それに何かしらを書き加えたり、何かしらを足したり、何かしらを引いたりしてから、もう一回返してあげる。この違いがアクションフックとフィルターフックの違いということになります。で、最後に、えーと、このフィルター外すこともできますあの。デフォルトで足されているフィルターフック、アクションフックを外すこともできますし、特定のタイミングで自分自身で外すこともできます。そのときにはリムーブフィルターというものを使います。 で、えっ、ー、と、書き方は同じですね。その場所と外したい内容、そしてそれのプライオリティっていうものを書きます。えっ、ー、と、これも、うんと、第三引数の数を揃える必要がありますが、まあ分かりやすい感じですね。で、ただ、えっ、ー、と、このフィルターを外す場合にも、外してんのに外れないなっていうことがよくあります。<laughs> だからこれは、あの、この、 フィルターをしたタイミングと外すタイミングがおかしくなると動かなくなるってやつです。例えば、この3番目のタイミングで、えっと、何かしら、アクション、フックが、フックですね。フックが追加されてるのに、ここのタイミングでフックされてるものを ここのタイミングで発動しても、まだここではついてないのを外して、結局ここでつけてるので外れてないように見えるっていうことが起こります。なので、もしここでつけたものは、ここより先の部分、例えばプリゲットポストとかで外さないと外れないという内容になります。ので、えっと、これもややこしいんですけども、このタイミングで外したいぜってなったら、このリムーブ用の関数をつか作って、アクションフックのタイミングの部分で動かし、 その中で外したいものを外すみたいなこともやります。はい。えっ、ー、と、ということで、<laughs> 以上です。はい。あの、まとめです。はじめまして、初めての方は、もうなんとなくでも、とりあえず雰囲気さえつかんでいただいたらいいんじゃないかなと思っています。そして、あの、ドキュメントの例や、 えとその他にも今フックっていう概念は理解いただけたはずなんでじゃあなんかこう調べた時にそのソースコードこれを使うとできますよっていうものが出た時にあこれフック使ってんじゃんっていうのが分かるようなことがこれから出てきたら嬉しいなと思いますそしてそれをということは例えば今これ120は500にしたら500文字になるなとかさっきの縦棒横棒星にしたら星になるなとか new って書いてあるところは じゃあここれをオールドに変更するるともできるなみたいにその既存のもののカスタマイズが少しずつでもできるようになっていくとだんだん分かってくるかと思いますのでぜひそんな感じで慣れていただいたらと思いますそしてもうちょっとレベルアップされた方はこれからこう何かしらワードプレスの中でカスタマイズしたいぜっていうものが出てきた時にまずはフィルター服があるかどうかアクション服があるかどうかっていうところで該当箇所のソースコードを見に行って この do アクションやアプライフィルターというフックの定義があるかどうかを調べるところから始めれたらきっとそれはレベルアップになるかなと思います。ということで、えー、ぜひこのフックをですね、これから、えー、と使ってみていただければと思います。ということで、ちょうどお時間となりましたので、えー、とちょっと最後の方、駆け足になって、うん、と置いてこぼりな方がいらっしゃったかもしれませんが、あのソースコードの話なんで、 えっと、書いてる間にだん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 脳内のショートカットができていく類のもんです。ぜひ、あのー、作業をチャレンジしてみていただければと思います。ってことで、一旦ここまでが、えっ、ー、と、本編ということになりました。ありがとうございます。はい。で、質問が来ているかどうかを見てみましょう。えっ、ー、と、ありがとうございます。えっ、ー、と、質問を、えっ、ー、と、最近、これは、 これは答えた。あ、これね、えっとね、確かね、答えたか答えてないかを、えっと、選べれるはずだから、うんと、これは答えた。で、えっと、これも答えた。はい、次からですね。うん。えっと、普段テーマを変更しても継続して伝えたい機能はプラグインにしています。大口さんはどのような感じでプラグインとテーマのどっちに記述するかを決めていますかあ、 あのー、最近もう、あのー、テーマ側には書かないですね。プラグイン側に書くことがほ,ほとんどです。ただ、あのー、お仕事でやってるときに、もともとそのテーマ内にファンクションが書かれているケースで、それを引き継いだ場合にはあの、そのままそれを使うケースもありますが、基本的にはカスタム用のプラグインを使ってそこからやるということが、私の場合は多いです。はい。 えっと、セーブフックを利用する場合に無限ループの発生がある場合があるので必要と聞きました。はい、そうですね。他にも注意しないといけない場合がありますが、あの、はい。<laughs> えっと、これ、セーブフックのタイミングで何かを動かすっていうものがあったときに、その何かを動かすが、またセーブフックを動かすケースがあって、そうすると一生終わんないな、みたいなことになることがあるんですよね。で、えっと、セーブフックは特にたくさんの,あのプラグインや機能が、えっと、 ああコアでもフックされているところなので、えー、と注意が必要かなと思います。他にも注意しないといけないところ、なんかセーブフック、セーブポスト以外を使うみたいなのも、あのー、同じ機能でもいいかなというふうに思いますね。あのー 何でしょうステータスが変わったとかっていうことはチェックしてやるとかいうこともありますし特定のステータスになったらそっちにするみたいなことで動くフックもあるのでセーブポスト以外のフックもとりあえず確認してからやるみたいなことはありそうですあとはセーブフック別に記事が保存される時じゃなくて自動保存の時とかあとは何だろうななんかいろんなとこで動くんですよあそれもセーブフック動くんだみたいなセーブポスト動くんだみたいなことがあるんで あのすごい条件をきっちりきっちり除外してその該当の狙った場所でしか動かないようにしないといけないっていうのでちょっと難しかったり面倒が多い服だなという印象です。どこで何を加えて外したのかどうやって管理してみますかあそうですねこの辺もプラグインであの見通しが立ちやすいように、えー、と例えば外すプラグインを1つのファイルにまとめとくとか、まあ、機能ごとに何かファイルを分け分けするとかっていうようなことがいいんじゃないかなと思います。 テーマ内に書かれているものをそのまま外で管理できるようにプラグインにできますかえー、っと、テーマ内に書かれているものをそのままに外で管理できるようにプラグインできますかえー、っと、もしその言われている目的がどういうことかがちょっとわかんないですけど、なんだろうな。 テーマに書かれているものは基本テーマのままでいいはずなんです。で、えっと、そのご自身で作られてない既存の何かしらどなたかが提供してくださったテーマであれば、それのアップデートがあるはずですから、そこの部分を変更するのはよくないか、そのままそれをなんかボコッと外しちゃって別のプラグにすることにはあんまり意味が感じられないかなと思います。えっと、 そのフックが使える範疇のものを外で管理するっていうのが今回のおすすめした内容ということになりますね。うんとあ、ありがとうございます、コメント。テーマを触るよりも、いじるよりも、プラグインで作る方が簡単で気楽に変更しやすい、外しやすいという気持ち。そうですね。なんかそういったところは自分の。 少なくともそこの部分は自分の書いたものとしてありますからね。まあ、そこの部分は理解しやすいところがあるのかなと思います。まあ、この辺もでも本当に慣れとかもありますあの。だん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 そういうのが上手になっていくのかなと思います。本当にあの人気のテーマ作者さんとかあの上手なエンジニアさんの作業を見てみると本当に綺麗にソースコードが分かれてたり関数も しっかり作られたりっていうことがあって、そういうのって経験則も非常に重要なところだと思いますし、もし先輩の人とか、えー、GitHub とかのリポジトリが見れるとかいうのがあったら、あの既存のテーマや既存のプラグインで、そのあたりを参考にしてカスタマイズしていただいていくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで一応返答もさせていただきました。えっ、ー、と、一旦ここでその撮影は終了させていただきたいと思います。 一応本編としてはこちらで終了となりますので、えー、と本日遅くまでご参加いただきましてありがとうございました。えー、皆さんが少しでも復興に対して、ん、えー、でしょうね、今までよりは距離が近づいたなというふうに感じていただけたら幸いです。ありがとうございました。えー、とまたこれからもラーンのワークショップはやってますので、ぜひあのご参加いただければと思います。ありがとうございました。失礼します。レコーディングを止めます。